はい、皆さんどうも、ガメコです。本日も、シティーズスカイライン PS4 版スノータウン編実況の方やっていきたいと思います。前回は人口が 44,000人に到達して巨大都市になりましたというところで終わっていたと思います。今回はその続き、メトロポリス 65,000人を目指して頑張りたいと思います。はい、ということでですね、前回の2021牛村どうでしたでしょうか。改めましてね、皆さん明けましておめでとうございます。本年もね、よろしくお願いします。前回のね、牛村に対してのコメントもいっぱいいただいております。年資金無制限ならではですねっていうコメントもいただいてます。そうですね、ずっと莫大な額の赤字だったんでね、あれが資金制限ありだったら大変なことになってたと思います。で、あとね、道路文字を生かすにはですね、接続してる部分、私は上のね、普通の地上に出てる線でやったんですけれども、地下道にしてもいいんじゃないかというコメントをいただいておりました。ありがとうございます。そうですね、確かに地下道にした方がね、綺麗に見えそうですね。次回、来年、もし2022年か、はい、やることがあったら地下道にして、リベンジしたいと思います。と、あと、太陽熱発電のダウンロードコンテンツ買ってしまいましたってコメントもいただいてます。はい、実はダウンロードコンテンツですね、買ってしまいました。勘がいい方はわかるかもしれないんですけども、あえてね、このスノータウン編の今の段階では触れないでおこうかなと思います。スノータウンがメガロポリスになったら触れていこうかなと考えております。で、メガロポリスがね、8万人なんですよ。結構ちょっとね、時間かかっちゃうんじゃないかなっていう感じではあるんですけれども、もう 43,955 ちょっと減ってるから 43,955 人なんで、半分、あと半分なんですけどね、その半分が長い、すっごい長い旅路になるんではないかとちょっと考えております。はいはい。でですね、2020年内最後のですね、昨年の最後の、スノータウン編の動画に対してのコメントもいただいております。ありがとうございました。ゴミ置き場なんですけれども、いろんなところに各所作っておりますね。もうほとんど満杯にはなってるんですけども、ゴミ置き場に対してね、はい、何かこだわりあるんですかというコメントをいただきました。特にね、ないです。まあ、強いて言うならなんですけれども、まあ、汚いものは一箇所に集めた方がいいかなっていうのと、あと、本当はね、ゴミが埋め立てできて、埋め立て地ができたらいいなと思ったんですけど、今のところないみたいなんで、それはちょっと残念です。なので、こだわりは特にないです。はい。ただまあ、汚いものは一箇所に集めた方がいいかなということで、毎回ね、ゴミを一箇所に集めるところをどこにしようかなって迷ってる次第であります。はい。で、あと交通に関してのね、コメントもいただいております。交通というか、まあ、公共交通なんですけれども、例えばバス、なんですが、今ね、この車両のカウントっていうのが 75% になってるんですけど、これをね、上限が500まで変更ができます。一応5から500までですね、495変更できるんですけれども、でこれを、車両カウントの変更をですね、この車両カウントの変更をですね、500% 最大にまでしまして、この経済の予算ねの交通の部分、これを、50% にしたらブラック企業になりますと。で、ブラック企業になったら黒字になりやすいですっていうコメントをいただいておりました。ありがとうございます。確かにね、黒字は魅力的ではあるんですけれども、まあ今のところね、経済的にもまあまあちゃんとやりくりできてるし、で、あと貴重なね、大切な、我がスノータウンの市民がですね、そんな使い捨ての駒にするような、捨て駒にするようなね、市長、私ではありませんので、今回はね、せっかく、まあ、そういう方法もあると教えてくださったんですけれども、クリーンな、ホワイトな
いや、グレーかもしれないけど、ブラックはいかない感じの企業にお勤めに皆さんなってもらいたいのでね、あえて、その情報を小耳に挟みつつですね、そういう使い方はしない感じで行ってみようかなと思います。はい、コメントくださった方ありがとうございました。はい、で今回なんですけどもね、メトロポリス、6万5千人かを目指して頑張りたいので、この部分ですね、今ちょっと高速道路が走ってるんですけども、いびつの形でねちょっと走ってるんですが、を中心に、開発していきたいと思います。うん、まあ、なんとかね潰したりなんやかんやしたりとかしてねやっていきたいと思います。それでは、行きましょう。はい、ちょっと道路工事を終えて朝方になったので、具体的にどのようにしたかですね、紹介したいと思います。道路なんですけれども地下にね移動させました。こんな感じになってます。ちょっと複雑な形にはなってるんですけれども、あとこんな感じですね。で、あと高速道路ですね、市内をつなぐ道路はまだジャンクションの作り方を把握できてないので、これのいつもお世話になってる三股交差点で、やらせてもらいました。で、今回ねこうつないでですね、住宅そんなになくても大丈夫か、でも人が来ないとねまず働き手がいないので、で、先ほどから言ってるようにですね、こう伸ばしてこっちの方のエリアをね開拓していきたいと思います。どんな形にしようかな、なんやかんや言って、うまいことね Y 字が多分ハマってると思うんです。どこだったっけ、おうかググッとほいで、ここの部分だけちょっと多いけど、でもあとはねうまいこと言ってる感じなんで、こっちも Y 字でとりあえず今回ねこちらの部分も、やっていきたいと思います。であちらのね、高速道路のもう一つの高速道路の出入り口にあるような Y 字に、今回もさせてもらってですね、開拓改築の方を進めていきたいと思います。はい、それでは進めていきましょう。はい、人口の方もですね64,810人、になりまして、はい、おかげさまで渋滞してるぐらいここも発展してきました。太陽光発電をね、設置して、であとモノレールここあるんですけれども、でこの道路がですね、モノレールの線路付きの4車線道路、これですね、はい、4車線道路上のモノレール線路、これにしてぐっとモノレール駅をね作りました。どこまで作ったかと言いますと、ちょっとね画面もモノレールの線も白くて見にくいんですけれども、ここに1つで、だからここに2つだね。であとググッと行ってですね、こっちか、自分もどこで引いたかな覚えてないくらいなんですけど、2つだけで一応ね巡回はさせております。あと、ロープウェイもつなぎました。ここもね傾斜がだいぶきつかったんで、ここからここまでロープウェイでつないでおります。なんですけれども、一応ねこっちの奥に行けば、こっちの方に出れる道をつないでおります。ちょっと見にくいんですけどね、1本ともう1本、ここで2本つないでおります。はい、ちょうどいい感じにメトロポリス6万5千人に到達しました。はい、長かったです。で新しいエリアが開放されて、新しいサービスの空港ですね、空港じゃないな、航空だね、航空ですね。で航空が使えることによって空港が、設置できるようになりましたというところでございます。で、こっち側のね街はもうほとんど、この高密度のもので占めてます。高密度のね、移住区画と、商業区画、あとオフィス街もねちょっと見にくいんですけど、この辺りちらほらあります。あちら側のね都市と比べると、なんていうのかな、こっちの方がこう現代的というか、よりこう学べる、いろんなことを学べるようになっているので、学校が充実しております。中学校がないの、小学校、大学の数がね、まだちょっと足りてないかなみたいな、この辺、真っ赤いのはなってるんですけれども、まあまあなんとかやっていけてるかなと思うようなところです。次は、あと3つ買えるんだよね。
で、あ、ちょっと邪魔だわ、この上がもう、あ、買えるのか、この上買って、にしようかなって感じかな。3つ全部買っちゃおうかな。はい、でですね、こちらのスノータウンなんですけれども、65,330人まで今行ってます。で、メガロポリスより先がねもうないので、人口が8万人に到達してメガロポリスになったら、スノータウンの市長の座を降りようと思います。はい、次がね8万人なんで、だいぶとちょっと時間かかりそうなんで、ひょっとしたら次が最後か、それか2回に分けるかもしれませんが、まあもうね終わりが近づいてるということでございます。はい、ちょっとね、終わるのは悲しい気もするけど、また新しいところでね私市長として頑張るつもりなので、引き続き応援ねよろしくお願いしますって言ってもまだね何回かちょっとあるんですけどね。はい、今回の動画は以上です。この動画が良かったの、面白かったなと思う方は高評価、チャンネル登録、あとコメントもお待ちしております。それでは次の動画でお会いしましょう。さよなら。